皆さんこんにちは。時短料理研究家、料理インストラクターの糸原絵里香です。撮影アシスタントのありさです。今日は里芋つくおき3選を作っていきたいと思います。里芋のポテサラ、コロッケ、からしあえの3品を作っていきますので、ぜひ皆さん一緒にやっていきましょう。まず3つとも里芋を下処理する必要があるんですけど、下処理は洗ってチンするだけで OK です。ということで、全部の里芋、今日使うすべての里芋を洗ってチンしていきたいと思います。それぞれすべての料理に4個から5個の里芋を使っていきます。なので今日は全部で14個の里芋を用意してるんですけれども、だいたい14から20個ぐらいの里芋をご用意ください。それでは里芋の下処理は、たわしでよく土を落として、その濡れたままでいいです。濡れたままラップをふんわりかけてチンしていきます。で、里芋は必ずひっくり返しながらチンするのが必要で、2分ずつチンしてください。何百ワットでもいいです。何百ワットでもいいから2分チンして、上下天地ですね、天地ひっくり返してもう2分チンしてみたいな感じで、最後箸がスッと通るまで柔らかくしてください。なので2分ずつ箸が通るまでひっくり返しながらチンしていきます。おおよその目安は600ワットだったら3回だから2、3が6分かな、800ワットだったら2回でいけるかな、4分かぐらいですかね。ただ里芋のコンディションだと全然違うので、何回も天地ひっくり返しながら柔らかくなるまでやっていきましょう。では里芋チンしていきました。しっかりお箸がスッと刺さるぐらいまで柔らかくしてください。そうしたら粗熱を取ってから、ボウルの中に剥いていきましょう。で、熱いから気をつけてください。で、剥くのはすごい簡単に剥けます。早いよね、里芋ってね。そう、でも火を通せば痒くないよ。あ、そうなんだ、うん。だから痒くなる人はもうこれ一択よ。もう温めるの、うん、先チンする。でも熱いから粗熱取ってから剥いて。でもね、これね、冷め切ってからだと剥きにくいんですよ、皮がくっついちゃうから。で、里芋はちなみに表面が皮と身の境目は緑なんですよ、で、この緑はじゃがいもはね、この緑はね、食べられないの、毒がついてるから。里芋の緑は食べられるから、もったいないなと思ったら、もうギリンギリンの緑のところで剥いて、まあ、全然大丈夫。里芋が剥けましたら、こちらを、潰していきます。はい、必ず熱いうちに潰してください。潰れなくなります。はい、じゃがいもみたいにね、簡単には潰れないんですよ。結構硬いんですよ。そうだから、なるべくあったかいうちに切るように潰してから、マッシュする感じかな。マッシャー使ってもいいし、めんどくさかったらフォークでもいいけど。で、ペーストにはならないです、基本。なんていうの、繊維がすごいから、だからもうホクホクの粗つぶしぐらいにしていきます。で、ゴロゴロの粗つぶしまでいきましたら、こちらで、マヨネーズとかもあったかいうちに味付けちゃいます。そうしないとどんどん固まっていくので、先に味付けて芋のベースを作ってから具材のこと考えていきますよ。そしたら、マヨネーズいきます。里芋5個に対してマヨネーズ大さじ3を入れていきます。結構強気。いやー、多いとね、美味しいですよね。そう、冷めた時にね、食べやすいですね、やっぱね、芋だけだと締まっちゃうから、やっぱどうしてもマヨネーズは必要ですね。大さじ3入れて、塩コショウ少々ぴゃぴゃと入れていきます。この後、ベーコンといぶりがっこが入るんですよ、だからいずれもね、塩味があるので、塩コショウは本当にちょっとで大丈夫です。で、続いてここでね、カレーパウダー入れます。おー、カレーパウダーね、驚きでしょ。これをね、小さじ2分の1ぐらい。カレーといぶりがっこの相性すごいいいんですよ。初めて。カレーといぶりがっこすごいよ、本当に。楽しみ。そう、これね、めちゃくちゃ美味しいので。だいたいね、作った後食べるんですよ、みんなね。そう、これね、スタッフの反応で人気が分かれる。あ、こしてやべえかもっていう時がね、ある。はい、こんな感じで里芋ペーストできました。これちょっと置いときます。この後具材ができたら混ぜ込んでいきます。じゃあ具材のカットに移っていきたいと思います。では、カリカリベーコン作っていきたいと思います。よいしょ。ベーコンはハーフベーコン5枚程度、まあ1パックですね。はい、で、千切りにします。いやー、ポテトサラダにベーコンはマジ正義ね。ソーセージ、ハムとかいろいろやっぱ私ベーコンなんだよね。美味しいですね。ね、で、中火と弱火の火の強さのフライパンでほぐして炒めていきます。ここらで放置、油とか何もいりません。中火と弱火で、あと放置してください。
さあ、ということでですね、こちら炒めていきます。炒めつついぶりがっこを、里芋の中に入れていきます。水分があるやつと水分がないやつがあります。いぶりがっこは水分があるやつの場合はしっかり水分を切って、水分がないやつの場合はそのまんま入れてください。だいたいね 50g ぐらいですわ。よいしょ、 50g ぐらい入れていただけたらバッチリです。サイズは好みだね。私は結構大ぶりのやつが好きだから大きい状態で入れるけど、ベーコンと同じように千切りにしていただいても OK です。いぶりがっことマヨネーズと、そしてこのカレーパウダーがねよく合いますね。で全体混ぜ合わせます。でね、さといものポテトサラダはじゃがいもと違ってやっぱね粘りがそれが持ち上がっちゃう、こんな感じ。そこだよ。これのね粘りがねこう独特の、食感になって、すごくお酒のあてにもおかずにも美味しくお召し上がりいただけるかなと思っておりますので、ぜひお楽しみください。ではベーコンがカリカリになりましたら、こちらを、ポテトサラダに混ぜて完成でございます。この出てきたベーコンの油も入れちゃっていいです。美味しい美味しい、うまいから。いやー、いい感じですね。最高ということで、サクッと混ぜてですね、塩味があるのよベーコンと、いぶりがっこに。だから前半の、お塩はね控えめに入れてるんです。なのでここで最後にちょっと味見してください。でちょっと物足りない方は、塩コショウパラパラっと振って完成とします。で里芋ね、まれに品種によってはねちょっとパサつくことがあるんです。里芋のパサつきが気になったらマヨネーズでしっとりとさせてあげてください。ということでこちらポテトサラダの完成でございます。それでは、からしあえを作っていきたいと思います。からしあえって聞いてレバーみたいな、こんにゃくみたいな思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、材料を見て怯えてる人がいっぱいいると思うんだけど、レバーとこんにゃくと里芋のからしあえ、これすごいこれは飛ぶぞっていう、最近流行りのやつじゃん、食ってみ食ってみ飛ぶぞっていうのが流行りその類です。ということでやっていきたいと思います。まずこんにゃく下茹でします。水から下茹でしていきます。手でちぎってお水の中に入れて、一口サイズで。それは何、そのアク抜き、アク抜きで下茹でします。こんにゃくのアク抜きは水からこんにゃくを茹でて、沸騰して3分ぐらいかなは茹でといてください。こんにゃく1枚1枚、1枚だけどちっちゃめがいいかも。こんなにたくさんだとこれレバーも入れてこんにゃくも入れて芋も入れてっていうとすごい量になっちゃうから、ハーフサイズのミニこんにゃくってやつ入れてるから、それでいきましょう。スイッチ入れていきます。中火で沸騰して、2、3分程度茹でてザルにあげましょう。それでは、こんにゃくを茹でている間にレバーの下処理をしていきたいと思います。レバーはまずよく洗って一口サイズにカットします。でその後下茹でして一回茹でこぼすだけで、それで大丈夫にします。なので一旦ですね洗ってカットしていきます。よく洗ってください。牛乳につけたりとかめんどくさいからいいですよく洗ったらペーパーでレバー拭いてください。血が出ると見た目的に嫌でしょ。だからレバーを拭きながらカットしていきます。レバーの中にハツが入ってるんですよ。ハツだけちょっと後でさばき方を教えるんで、レバーはもうね切り合え今日どうせあれだから、あれなんていうの、からし合いにしちゃうから一口サイズにカットしててください。もうそれだけです。普段家でレバーしないよっていう人もそんなむずくないです。もう一口サイズにカット、普通の肉と一緒。ハツだけど、ハツは半分に切ります。縦半分に、よいしょと。中に血が入ってるからその血を洗い流すなり拭き取るなりしてあげるといいですね。よいしょ。心臓ですよね。そう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 、心臓だからこう便の中に血が入ってる、血だけ出してもらうと、あとはまあその辺のピロンピロンはついてようがついてまいがそんなに味に関わりないからねだから洗っていただくなり拭き取っていただくなりでこう血をね丁寧に取り出してもらえば OK です。そしたら大まかレバーの処理は完成というところでございます。さあこんにゃくを加えてきたので、これザルにあげて次ここレバーにしていきます。じゃあレバーをもう水から入れちゃいます。で置いとく、放置で沸騰したら OK。 じゃあこのままこんにゃくはですね水気を切っていただきましたらボウルに入れます。そして味をねここでもうね味ベースを作っちゃいたいと思います。まずはからしですね。からしは小さじ1入れます。結構辛いよ、からし小さじ1って
でもピリ辛がまたいいんですよ。レバーの臭みが分かりにくくなるし、こんにゃくはやっぱからしとこんにゃくってね、昔からの組み合わせでよく合うからね。マヨネーズは大さじ2入れます。結構そう多い感じにするけど、多い感じがするけど、あのこの後レバーと里芋くるから、すごい具材も多いので大さじ2でマヨネーズはいきます。からし小さじ1、マヨネーズ大さじ2で、うわー美味しそう、これすっごい美味しいんですよ。ということで、まず、こんにゃくで先にですねタレを作っちゃいます。こんにゃく茹でて、水を切ったものと、からし小さじ1、あれマヨネーズ大さじ2を入れております。でレバーは水から茹でてって沸騰するまで茹でていってください。そこまで来たら続いて里芋をこちらに加えていきます。里芋を電子レンジでふかしたものを剥いていきます。皮むき、うわー美味しそう、里芋ねっとりですね。で皮むいて適当な大きさに切ったら、これをそのままこのこんにゃくの中に入れていきます。一口サイズにもね、あの手の上でも切れるぐらいの柔らかさですから。危ない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 、お豆腐切るときと一緒ですよ、柔らかいんで、あのなんだっけ、味噌汁の上でお豆腐切るのと一緒、お豆腐を切るみたいな感じにしてカットしていただきましたらバッチリ。ではこちら絡めときます。あんまりぐちゃぐちゃやるとポテトサラダになっちゃうから、なとえも潰れないようにね、なるべく潰れないように、でも柔らかいからね、潰れやすいから気をつけていただいて、全体にこのからしのお味が回り込むようにしてください。この状態で味が薄いんじゃないかと思われるんですが、味は薄いです。この後レバーで味を決めていきます。はい、レバー沸騰してきました。レバー沸騰してきたら OK ですので、ザルにあげてください。一回この下茹でのね汁を捨てます。で臭みを抜きます。ほい、里芋とレバーってどんな組み合わせって思われるかもしれませんが、交互期待でございます。そしたら煮込んでいきます。中火で、結構ね強めの火でいいです。もう煮飛ばすぐらいの感じで、しっかり水気を切ったレバーとみりん大さじ2、みりん大さじ2です。で醤油も大さじ2でいきましょう。みりん大さじ2、醤油大さじ2でいきます。水分を飛ばしていきます。ちょっとね甘露煮みたいな感じでね、レバーだけに味がついてるとねいいです。レバーってね、なんていうんだろう、味のないモサモサ感、臭みみたいなのがみんなの嫌ポイントなんだけど、味がしっかりついてたら食べやすいですね。でモサモサ感はこの里芋のねっとりとこんにゃくのプリプリでカバーできるので、そこがねとってもねいいです。そしたらレバーをこのタレの中で煮込みまして、タレのね水分がね少しずつ蒸発していきます。まずはねみりんのアルコールをしっかり飛ばさなきゃいけないので、しっかりこう沸騰させて、でみりんのアルコールを飛ばします。アルコールの匂いがねするんですよ。でもそのうちアルコールの匂いしなくなってきます、アルコールの匂いしなくなってきたら OK ですので、そしたらですねいつ止めてもいいわけです。しっかり煮詰めた方がねここびしょびしょになりにくいのでいいのですね。ということで、まあ3こう沸騰し始めてから3分から5分ぐらいはちょっと中火でねビシビシと水分を飛ばしてみていただけるといいかと思います。でレバーも味もしっかり入って、で臭みは最初の下茹でで抜いていただきましたので、バッチリという感じでございます。そうしましたらですねこちら入れていきます。まずはレバーだけ入れてください。でこのタレはね後でね味の調整に使いますから置いといてください。一旦レバーだけ入れていただいて、で混ぜ合わす。うわー美味しそう、すごい超絶意外な組み合わせでしょ、うん、これがめっちゃもう想像つかないでしょ。からしのピリピリが超美味しいんですよ。ほんで皆さんですねこちら全体混ざったら、なんじゃこの食べ物はと思われるかもしれませんが、ちょっと味見してみてください。ちょっと味見をしてみて、薄かったらこれ、このタレ甘辛で美味しいですので、少しずつこれを補っていって、皆さんのお好きなところでやめていただくといいです。なのであとはね微調整ですね。基本的にはレバーにも味ついてるし、からしとマヨネーズでね風味もついてますので、最後の最後のまとめはこのタレを使っていただいて、良きところで味をつけていただければバッチリ、こちらで完成でございます。それでは里芋コロッケを作っていきたいと思います。里芋ですね、先ほどの通りチンしていただきましたら皮を剥きます。剥けたら皆さん潰していきましょう。おお、
しっかりやっぱり電子レンジでね、まんべんなく加熱できると潰すの早いね。うんうんうん。あとまあ剥くときにちょっとこう触ってみて硬いなっていうところをね落としていくとね、あとあと潰すとき楽ですね。うん。で潰していただきましたらこうねっとりね、このねっとりの中に鶏ひき肉を入れていきます。コロッケって本当は加熱してから具材加えるんですよ。でも生のまま加えると形が綺麗になるんですよ。だから生のひき肉入れちゃうよ。で、ももとか胸とか。あ、素晴らしい。うんとね、ももがいいです、本当は。今手元皆さん、胸やないかいって分かる人には分かると思うんですけど、本当はももが美味しいです。なんで油っこいから。油っこいから。うん、里芋がね、やっぱりね、味が濃いから、胸だと負けちゃうんだよね。なので、ももはやっぱりね、油も入って味もあるので、もも、うん、の方が美味しいかな。まあ、ヘルシーにしたかったら、そう。そう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 、形が綺麗にできるのは胸なんだよね。あ、そうなんですか。そう、油入ってるよりタンパク質が入ってた方がさ、加熱した時に固まるからさ。へえー、そうそう。あ、じゃあ心配な、料理苦手心配って人は胸の方がいいかも。そうそうそう、胸の方がいいと思う。で丸めていくんですけど、丸めて置いていくのですが、丸めると手がべちゃべちゃに汚くなります。なので丸める前にできることは全部やっていきます。ということで、これ一旦置いといて、卵割ったり油入れたりその他の準備を先に進めてから丸めて、で衣つけてあげるにすると手を1回だけ洗えばいいので楽です。ということで、その他の準備進めていきます。まず油は1センチでいいですから敷いてください。サラダ油、好きな油で、米油でも何でもいいです。1センチ敷いてください。ちょっと多めの油。うん、ちょっと多めの油、揚げ焼きのスタイルでいきますので、卵1個割る、割ったらここに小麦粉大さじ1を入れます。へー、ダダン、ダイレクト。だいたいね、おーまか、これだかなっていう量で大さじ1入れてください。で、大さじ1の、小麦粉を入れたら混ぜる。これダマになります。でも、揚げちゃうからいいです、ダマになっても。できるだけ、まあまあまあ、できるだけダマが ならないようにやっていただくんですけれども、ある程度ダマになっちゃう分にはしょうがないからいいです。続きまして、パン粉を入れていきます。パン粉は、今日はですね、鶏肉の入ったタッパーにします。洗って、うん、やっぱでも洗わなくてもいいよ。だって結局同じように加熱するわけだからね。確かに。これが例えば生で次食べるものだったらめっちゃ綺麗に洗ってほしいけど、基本的にはもう拭き取っていただくだけで、次また加熱するものであれば、で同じ食材ですしね、ところであれば特に問題ないかなと思っております。はい、ここまで準備ができたら、早速種を触ります。で、全体が、どうしてもね、里芋ってネチャネチャするんですよ。ネチャネチャするから形になりにくいんだけど、そこをね、なんとか丸めてください。そこをなんとかね、そこをなんとか気合で、そう、気合で丸めてください。で、パン粉つけちゃえば丸まるからちゃんと。なので、一旦もう種をもう綺麗にすることは考えないで、一旦分ける。そう、一旦分けてください。同じぐらいのサイズで、今日の分量であれば、だいたいね、5、6個できるはずです。ちょっとこれだけちっちゃくなっちゃった。移植しよう。はい、で種を作っていただきます。そしたらバッチリですので、衣をつけていきます。種が分割できましたら、油温め始めます。油を温め始めてから種を丸めます。 何火ですかこれ。これね、中火と弱火の間の火の強さで温め始めてください。で、手をね、一回洗ってから丸めると綺麗にくっつかないんですよ。おー、すごい。粘りとか汚れはまた次の新たな粘りや汚れを呼ぶから一回一掃して、そう、一回一掃すると綺麗にできます。なので、濡れた手でやるとまたね、里芋くっつきにくいですから、やってみてください。で、卵液をくぐらせてパン粉をまぶして、厚みが出すぎないようにね、ちょっとね、抑えて、厚みを抑えていただけましたらバッチリでございます。さあ、これをどんどん作ってみよう。はい。手に里芋がついてきたなと思ったらすぐに洗ってください。粘と粘るから、粘りは粘りを呼ぶから。何個か作って手に里芋がついてきたなと思ったら、大ごとになる前に洗い流した方がいい。最初は洗うのは本当簡単に洗えるから、でもめちゃめちゃについたら洗えるの大変になっちゃうから。だから、お菓子ちょっとやばいなって思ったらすぐ洗い流したい。これは本当にね、危機管理。ではですね、まずいくつかできたらもう揚げ始めちゃっていいです。うーん、油もね、温度上がりすぎちゃいますからね。うーん、で揚げ始めていきます。じゃあちょっと温度低い時から揚げ始める、うん、そうだね。
あのパン粉焦げやすいからね。なんでこんな感じで揚げ始めていきます。で揚げながら、あの作りながらが一番時短になりますね。焦っちゃうんですよね。そう、わかる。どうしてもね、うん、こう全部やってからやりたくなる。いや、そうね、そうね。でもね、あの並行した方が絶対早いからね。うん、確かに。あの加熱の時間っていうのは、あの、うん、どんなに急いでもあの短くすることってできなくて。確かに。そうそうそう。でその間をいかにあの手元を動かしてあの節約するかみたいなところが大事ですね。できたのから乗っけていきます。はい。で揚げ時間じゃなくて色で見てほしいです。きつね色になったら OK という形でいきましょう。全部丸め終わりました。丸め終わったらですね、ひっくり返していきます。表面から見て、表面で上から見ても縁がちょっと色ついていったなっていう時が来るんです。そうするとこれをね、ひっくり返していきます。おー、美味しそう。こんな感じ。で最初に入れてたやつからひっくり返していきます。で時間で見ちゃうとどうしてもせーので入れてせーので出さなきゃいけなくなるから、色で見てきつね色のやつ両面この色になったら揚げていくって決めてもらうといいです。でこの揚げムラがなんでできるのか、これ嫌だなと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、フライパン揚げしている以上はこれはちょっと仕方ないんですよ。これはなみなみの油でこのコロッケが浮くぐらいの油で作ればムラができないんだけど、あの設置してるんだよね、フライパンに衣が、うん、衣がフライパンに触れている以上絶対にムラができてしまうので、これは皆さんが失敗してるとか私が失敗してるわけではなく、フライパン揚げ特有のね模様ができますよっていうのは思っておいていただけるといいかなと思います。さあということでですね、こちら、どんどん揚げていきながら揚がったものを置く場所を準備していきたいと思います。でね、この揚げてる間って結構暇ですから、その間いろんなことやってください。今日出た洗い物洗ってもいいし、次のね晩ご飯、お昼ご飯の準備を進めていただいてもいいし、調味料を片付けてもいいし、とにかく今この揚げてる瞬間って一番やることないですから、なんかできることをどんどんやっていかれるといいですね。でコロコロ転がしたくなるのは本当ダメですよ。コロコロ転がすのが一番ダメ、一番ダメです。衣は剥がれるし、別にそんな転がさなくたって火は通るし。いいことなんか一つもないんだけどね、触りたくなるんです。触りたくなるね。人間の差がなんだよね。ということで揚げていきます。色がきつね色になってきたらさつまいも、ずっとさつまいもって言ってるわ、うん、里芋コロッケ揚げていきます。ずっと一生さつまいもって言ってる。いや、さつまいももやりたいですね。あ、美味しいよ、季節ですね。さつまいもでね、3品とかもやってほしい。やりたいね、うん、今これ撮ってるのね10月末なんですけど、さつまいもなんですよ。でもね、これね、今この動画が出るの多分ね11月半ばとか後半だから、もうちょっとさつまいも終わってるかもしれないから里芋にしてみたんだよね。なるほど。そう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 、さつまいもやりたかったね。時期をちょっと逃しちゃった。ね、わあ、美味しそう。いい色。いいですね。こんな感じでございます。ということで、こちら、すべてきつね色になりました。完成です。それでは、食べていきたいと思います。まず最初にですね、皆さんが気になってるの、2つともすごい気になってると思うんですけど、いぶりがっこの方からいきます。いぶりがっことカレーって合うんだよね。おー、この粘り。おいしそう。いただきまーす。ゴリ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 、すごい。今日はマヨネーズを使ってるんですけど、クリームチーズとイブリガッコってよく合うじゃん、あの居酒屋さんとかであるじゃん。だからクリームチーズとマヨネーズを入れ替えてもめっちゃ美味しいです。よかったら、美味しそう、うん、やってみて。めちゃくちゃ美味しい、大人のおつまみの味。ぜひ。次いきます。次、レバー。なんでレバー、からし意味わかんないっていう。こちらですね、からし和え。いや、このレバーがね、美味しい。いただきます。レバーの、あの、もさもさ、うん、まあ、どうしてももさつくのね。それが、あの、里芋のね、ねっとり感とね、その、こんにゃくのプリプリ感で、食感がね、本当にね、不思議なんですよ。で、ピリ辛で全体まとまってるので、めちゃくちゃ美味しいです。ぜひお試しください。続きまして、コロッケいきまーす。コロッケ一個贅沢にいっちゃおう。熱そう、熱そう。いただきます。いけるかな。お、あっか、うん、くぅ。揚げたて。あずかく。いいね。この里芋のね、ねっとり感に、この鶏のですね、あの、優しさ、
豚だとちょっと強いんだよね。里芋邪魔しちゃうんだよね。この鶏の邪魔しない感じがめっちゃ美味しいので、さっぱりのソースかけると美味しい。ウスターソースとか、とんかつソースとかの、ちょっとね、サラサラ系のソースをかけていただくと、美味しくお召し上がりいただけます。それではぜひ皆さん作ってみてください。この動画いいと思った方は、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひまた、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆様動画をご覧いただきありがとうございます。ここで一つお知らせがあります。なんと私初のレシピ本を8月31日全国の書店インターネットで発売することが決定しました。ありがとうございます。今までレッスンや YouTube で大人気だったおかず50品以上を収録しておりまして、その全てにですね動画がついております。ですのでぜひですね皆さん本とそして動画を一緒に見ていただきながら一緒に作っていただければと思います。詳細は概要欄へぜひチェックしてみてください。